こんにちは。今日は2020年6月の19日、久しぶりに奈良の公園の中にある釜飯のお店静かに来ました。これがですね、鶏釜飯です。そしてこちらがしめじ釜飯です。いつも中国人でいっぱいでなかなか入れないんですけれども、今はですね、渡航制限があって、とっても空いていますから、ここでゆっくりお召し上がりいただくことができます。見てください。あ、美味しそうですね。そして店内は、もう2時半過ぎましたので、